こんにちは、おうちの家庭菜園です。今回はプランターで栽培した小松菜とほうれん草の成長具合を比較してみました。同じ日に植え付けをしてどんな差が出るのか楽しみですね。見ていきましょう。植え付けをしてから3日後、小松菜が早くも発芽してきました。ほとんどの種から発芽をしていてびっくりしています。もうちょっと育ったら小松菜スプラウトとして食べられそうな大きさ。一方ほうれん草はやっと芽が出てきたかなという具合です。同じ環境でもこれだけ違うんですね。まさかの出だしから成長スピードに差が出ました。ほうれん草がこれから盛り返していくのか期待したいですね。植え付けから10日後、小松菜は双葉が大きくなりました。小松菜スプラウトとして食べられる大きさなので撮影外で間引きしました。間引きをした小松菜はサラダで食べましたが、小さくても小松菜の味がします。スーパーで買わなくても小松菜スプラウトは簡単に作れるんですね。ほうれん草はどうでしょうか。双葉が大きく成長していていい感じです。小松菜ほど発芽率は良くないみたい。とはいえあまり間引きをする必要がないくらいなので問題ないでしょう。植え付けしてから19日後の様子です。小松菜は順調に育っていて茂ってきました。もう少し大きくなってから2度目の間引きをします。19日目にしてこんなにわさわさになって嬉しいですね。ほうれん草はまさかの緊急事態。水切れで半分ほど枯れてしまいました。慌てて水を与えましたが、今後どうなるのでしょうか。小松菜は大丈夫なのにほうれん草は水切れを起こしています。ほうれん草の方が水を必要とするのかもしれません。こうして比べてみると小松菜の方が成長が早くて乾燥にも強そうな印象ですね。植え付けから38日後、ほうれん草は瀕死の重症で静養中です。この時期になると小松菜らしさが出てきますね。かなりいい感じに育っていて虫の被害もなさそう。スーパーサイズには程遠いですが、それでも綺麗な小松菜に育ちました。こうやって見るとプランターでも小松菜栽培ができるんですね。畑の小松菜と違って小ぶりになるのかなと予想していますが、それでも家庭菜園で楽しむ分には十分な量が収穫できそうです。今回は大きく育てたいので間引きをします。間引きをした小松菜は料理に使って食べる予定です。こちらが間引きをした小松菜。小さなボールぐらいのお量になりました。割と間引きをしたので残りの小松菜は大きく育ってくれるはず。これから食べるのが楽しみですし、残った小松菜がどんな感じに育つのかも楽しみです。植え付けから46日後の様子。今回は小松菜の撮影はお休みです。ほうれん草がどのようになったか見てみましょう。半分が枯れてしまった状態からここまで回復しました。一時期はもうダメかな、そういうふうに思いましたが、なんとかなったようです。直射日光が当たらない明るい日陰に置いて静養していました。その判断が良かったのか大きな葉っぱも出てきましたね。調子が良さそうだったので成長のスピードアップのため追肥として化成肥料を与えました。ここまで大きくなれば枯れることはないと思うので大きく育つようにお世話をしていきます。
植え付けから50日後の小松菜です。間引きしてから12日が経過しました。あっという間にこんなにもりもりに育っています。一気に全部収穫してもいいのですが、今回は食べる分だけ収穫していきます。サイズはスーパーのものよりも小さいですが、とてもみずみずしい。何よりこんなに青々と育っているのに虫の被害が全くないのが嬉しいですね。サラダで食べるのが楽しみです。ベランダにプランターを置いて水やり、ちょっとだけ追肥をするだけでこんな小松菜ができるなんて、これだから家庭菜園は楽しいですね。収穫した小松菜がこちら。ボール1個分くらいになりました。全体の4分の3を収穫しましたが、結構多く収穫できたと思います。これだけプランターで収穫できれば十分ではないでしょうか。栽培の期間をもっと長めにすればスーパーサイズにもできるかと思います。どの段階で収穫するのかを自分で決められるのは家庭菜園の醍醐味です。自分の好きなタイミングで収穫して食べる、そんなことがプランター一つでできるなんてすごいことですよね。植え付けから59日後のほうれん草です。追肥が効いたのか大きな葉っぱも出てきました。茎が細くて長いのが気になりますが、葉っぱが大きくなったのは嬉しいですね。こちらも虫の被害はなさそう。手で触ってみると葉っぱが若干熱くなったような気がします。ただ日の当たる場所とそうでない場所とで成長に差が出てきました。ベランダですので均等に日が当たることが難しく、若干の違いで日光が当たる当たらないが起きます。なんとも難しいところですが、プランターの置く位置を変えてみます。これで均等に成長してくれるといいけど。前回の動画でコメントをいただきました。畑で栽培されるようなほうれん草を育てるには pH 濃度も気をつけた方がいいとのこと。 pH が 7.2 程度に調整するといいようです。貴重な情報ありがとうございます。植え付けから65日後の小松菜です。前回の収穫で残していた4分の1を収穫します。前回の収穫から15日ですので2週間ちょっと経ちました。その間に大きく成長していて、大きいものだとスーパーサイズに迫ろうかというところ。やはり大きく育てるには栽培日数をかけた方が良さそうです。ご覧いただいてわかるようにかなり青々としていて栄養満点な小松菜が出来上がりました。これは最高の小松菜ができたと思います。収穫してみるとザル一つ分程度の収穫ができました。4分の1の面積でこのくらい収穫できるのは量が多いかなという印象です。今回も虫の被害はなさそう。前回にも小松菜栽培を動画にしていますが、その時には葉潜り灰にやられました。あの時は美味しそうな小松菜に虫の被害があってかなり悔しい思いをしました。その反省が今回の小松菜栽培に生かされていますね。失敗から学ぶことは多いですね。植え付けから68日後のほうれん草です。葉っぱがいい感じで、触ってみると虫の被害はなさそう。やっとここまで来たのに虫に食べられたら悔しい。なので虫の被害がないように注意をしています。時期的にも10月末になったので、
虫の被害自体が少ないかもしれないですね。とはいえ、油断してやられたら嫌なので注意は怠りません。相変わらず茎は細いですが、葉っぱが大きくて食べ応えがありそう。ほうれん草は初挑戦なので、どんな味に仕上がるのかとても楽しみです。家庭菜園では自分で育てた野菜がどんな味になるのかはすごく気になります。特にほうれん草は寒くなると甘くなると聞くので、一体どうなるのか。一時期は全滅する心配をしていたのに、食べる楽しみが待ち遠しいなんて不思議ですね。植え付けから83日後のほうれん草です。ついに収穫の時がやってきました。ご覧ください。小松菜よりも時間がかかった分、大きく育ちましたね。葉っぱが青々としていて、しかも大きい。これは食べ応えがありそうで楽しみですね。今回も虫の被害は全くないです。こんなに綺麗なほうれん草をベランダで育てることができるんです。これだから家庭菜園はやめられませんね。さあ、収穫していきましょう。収穫したほうれん草はボール一つ分になりました。こんなに量があるんですね。撮影外で測ってみると 364g、 スーパーで販売されているほうれん草一袋が 200g と言われているので、一袋より多い量を収穫できました。初挑戦のほうれん草栽培は大成功と言っていいでしょう。次回挑戦するときには、教えていただいた pH 濃度を気にしながら畑で栽培するほうれん草に近いものを作りたいですね。ということで、収穫までの栽培期間をまとめると、ほうれん草は1回目の収穫まで50日、2回目の収穫まで65日となりました。ほうれん草は83日で、最大で33日の開きがありました。ほうれん草が一時期枯れるアクシデントがあったので、正確な比較にはならないかもですが、小松菜の方がほうれん草よりも短時間で収穫できそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。おうちの家庭菜園では家庭菜園に関わる動画をアップロードしておりますので、よかったら他の動画もご覧ください。それではまた。